エンジニアのフランツ・アダムさんには、都市ゴミを貴重な資源に変えるという任務がある。チューリヒ近郊のこのレストランは取り壊し中だが、捨てるものは何もない。レンガや鉄、プラスチックなどの廃材はその場で分別される。天然資源に乏しいスイスでは、都市ゴミは大きな可能性を秘めている。目的はこうしたゴミを再利用することです。それにはこれらをゴミとしてではなく資源としてみなすことが重要です。チューリヒ郊外にあるこのゴミ焼却場は今では資源の宝庫となっている。第一にこうしたゴミには多くのエネルギーが含まれています。そしてゴミに含まれる金属は全て効率的に回収することができるのです。ゴミは鮮度で焼却される。燃えかすにはさまざまな金属が混ざっている。鉄は巨大磁石を使えば簡単に分別できる。このゴミ焼却場は世界初の都市鉱山といわれ、家庭ごみからごくわずかな金属も取り出すことができる。これまでアルミニウム150トン、銅、鉛、錫、亜鉛、パラジウムや金、銀は50トン回収した。ここのリサイクリングシステムは利益も生み出している。1トンの金属が入った袋は、1つにつき120万から150万円の価値がある。先ほどの古いレストランから出た廃材は別のゴミ焼却場に運ばれた。ここでは石に似た廃材が1年に15万トン処理される。廃材は破砕、洗浄、分別後、再びセメントとなる。廃材の8から9割が再利用される。再生セメントの売り上げは年間約100億円。チューリヒでは、汚水から資源を回収する計画があり、現在新しい下水処理場が建設されている。アダムさんは下水汚濁からリンを取り出す装置の取り付けを検討している。リンは生命にとって重要な物質だと認識すべきです。スイスの下水に含まれるリンの量は、肥料用に輸入する年間のリンの量と同じです。リンを回収し再利用するというのは少し野心的かもしれませんが、技術的には可能です。ですから今始めるべきです。古いレストランの廃材を再利用してできたセメントは2軒の新築家屋に使われることになった。